はい、皆さんこんにちは。今回も FIFA 20ドルトムント監督ケレモードやっていきたいと思います。今日はプレシーズンの、リーグ戦をやっていこうかなというふうに思います。で、ユースのスカウトなんですけど、まあ、ドイツの、ドイツでのスカウトも継続しつつ、日本でのスカウトもちょっとやっていこうかなというふうに思います。はい、ではミラン戦、こちらのスタメンでいきたいと思います。まあ、代表ウィークがあって、代表、まあ、ヨーロッパのが中心なんですけど、ヨーロッパで、ね、選手招集された選手結構いるので、まあ、主力は出せないんですけど、でなおかつビュルクとヒッツが選ばれちゃってるので、キーパー1人しかいないっていうのでちょっとあれですけど、さあシーズン最初の試合、いやー、なんかいける。いやー、ちょっと今のは甘かったな。さあ、よし、拾えるか。いやよし、おー、危ねえ。なかなかシュート打ててないな。いや、マジマジ。いやー、ちょっとやってしまったな。あ、クロスターマン、どうする。入ってって、なんか空いた南野に通ってシュート。いや、前半、いや、ちょっとかなり状態が悪いですね。よし、終わった。いやー、いいよ。さあ、攻撃につなげたい。切り押さえない、切り押さえないね。切ったんじゃない。よっしゃ、ボルフ。こういう感じ抜けて、ボール。いや、これいいアピールよ。アシストマイヤーかな。さあ、残り30分ぐらいで、選手交代でベンチの選手を全員出しました。で、ダフト、クロスターマン、ラーセン、ボルフ、南野、マイヤー、ザカリー交代で 4-4-2 に変更しました。おお、プレシーズンっぽいな。この一気に何枚に変えるの。あ、右に移ったリシャルリソン、パスラック、パスラック、フォワード、リシャルリソン抜けた、自分で行く、決めた、初ゴール、初、ドイツ戦初試合初ゴール。何しとん。いや、でもこの今三角関係みたいな、三角関係って言ってるのかな。パスラック、フォワードでリシャルリソン、いいね。家に閉めるか。ゲイロのスペースが空いている。マイナス、ボアズー。よーし、スイダーバイグルー。さあ、セルフィオ・ゴメス、クリスからボアズ、一回引きつけてクリス、さあスピードで、いやマジかー。うーん、ドロー。いやー、まあギリギリね、負けはせずに良かったなと思います。まあ最初のね試合だったので、そこは良かったかなと思います。まあそのままね、また2試合目いきましょう。はい、では第2戦はこちらのスタメンでいきたいと思います。フォーメーション 4-4-2 にして、まあ新加入プラス
まあ、南野とかゲレイロとか主力、今いる主力はベンチ外で本当若手中心でやっていければなというふうに思います。試合すぐ始まった。Looking forward to seeing some of the younger players in these two squads. The manager's giving them a run out as they try different shapes, formations, early days. 正直ね、格下の相手であるので、若手中心とはいえ、しっかり勝利したい。よっしゃー！幸先！ワーナー。プレシーズンでめっちゃ喜ぶ。いや、大事よ、そういうの。あーまずい、そのまずい、いやーのキーパーのミス。よし、ひどいディフェンスしてしまったけど、さあバキルからクドゥスのスピード、これは韓国だ、脅威だ。いや決まんない、後ろからブルニッチ、もう一回クドゥス、いやーちょっとタッチで上がった。まずい、まずいぞ。よし、あはー、ファウルか。ペナルティ、マジか。止めるぞ、こっち。いやー読んでたけど、コーナー、ワーナーのコーナー、ブルニッチ拾って左足。さあモレイが受けた、ここさあフォワードから、ここクドゥスには通った。さあ決めた、ドルトムントで初ゴール。クドゥスがようやく決めた、まあ、プレシーズンであるがそういうのは大事。さあ後半開始から今日はもうメンバー全員またベンチの選手出してやっていければなというふうに思います。あー拾った、あー通ったよ。名前がちょっと分かんないけど、ユースの選手、打っていく、入った、決めた。なんていうんですか、ウズなのかな。あなたとかもう考えるかな。左利きだけど逆足で、まあ、相手のオンゴール的な感じもあるけど、あオンゴールになっちゃった。オンゴールかい、奪ってボルフに通った。あボルフ切り返してマイナス、カイザー、惜しい。おーまずい、いやー決められたか。おーまずい、 OK。 さあ残り3分、クルースは残せないか。オッケー、2人がかり。さあクルース、カイザー逆サイド、ボルフに通るか。さあ拾った、さあ切り返して入ってきたボルフ、ダメ押し。ボルフがこの切り返しね、いいね。しっかり振り抜いてっていうか、振り切ってか。ボルフは2試合連続。
よし、はい、ではアルナスル戦はこちらのスタメンでいきたいと思います。今日は 3-2-2-2-1 を使ってやっていこうと思います。メンバーもね、前回休ませた選手を起用しつつ、まあ、1戦目と2戦目の融合っていう感じですね。はい、ではやっていきましょう。クスターマンが2点目、最悪。まず、おー、ナイスキー。いやー、マジか、危ねえ。さあ、いいよ。さあ、ダフーブがフリー。さあマイナス、折り返してリシャルリソン、負けているんだった。ダフードはいい感じで抜けて、しっかりマイナスを見ていた。そしてリシャルリソンが流し込む。あー、まずいぞ。ナイスキー、クロス、いいんじゃない。おお、クロス様。2-1で負けてるけど、後半しっかり勝ち越そう。後半開始、後半開始はからは、3枚替えでボワードとダフードとゲレイロを下げて、ゴメス、ワーナー、南野を起用していきたいと思います。ここは拾えるか。拾えそうだ。かわしてリシャルリソン。さあ勝負だ、決めようぜ。ここさあ入っていった。マイナス、よっしゃ、同点。ゴルフ、ゴルフかな。ゴルフだ。3試合連続ゴール、いいねー。続いてマイナス、そしてボルフ。ボルフも絶対もうスカット入り確定だ。さあワーナー、ブルミッチからいいボール入ってきた。また逆サイド、いや、南に拾った。トリアン、うわー、南のワーナー。さあサイド出てきて、よし、さあどうする。マイナス、ラッセン、うわ、ポストかい。いやー、ドローか。でもこれで多分勝ち点5に伸ばしたので、ミランが勝っても勝ち点4のままなので、多分決勝トーナメント進出が決まったと思います。2通過かな。はい、まあグループステージは突破しました。で、準決勝は、ウルバーハンプトンと試合になりました。待って、ゲレイロへの違約金支払い、パリサンジェルマン、やばい。よし、ゲレイロとの延長、契約延長成功。パリ・サンジェルマンに引き抜かれることなく、よかった、一安心。まあそんな感じでね、今回はこれで終わりたいなと思います。で、次回は準決勝ウルバーハンプトンで、まあ決勝を勝てね、進めたらまた2試合多分やっていくことになると思うので、またそちらもぜひ見てください。また補強とかもやると思うので、コメントとかにぜひ書いてくれればなというふうに思います。それでは今回これで終わりたいなと思います。ありがとうございました。